圧倒的おはようございます。マイピーポーです。はい、今日はね、ちょっと新しいちょっとプロフィール写真を撮りに行きたいなと思って。で、あの昔のプロフィール写真をパッてこう出すんですけど、誰？いや、今の方が誰って感じだけどね。マジでさ、はいはいはい、メガネもかけてたし、髪型とかもなんかもう。最近はちょっとずっとこれなんだよな、なんか10月ぐらい。あ、そうだったね。一回ちょっとジムで、ダンベルをちょっとあの持ち上げるとき、あのメガネがつれて死にかけたときがあって、そっからちょっと外出のときは必ずコンタクトにしたんですよ。へぇ。今日行く友達のスタジオはね、今年の頭に世話になった。ほう。結構一時期ね、調子があんま良くないときに、はい、たまたま一緒に住んで、めちゃくちゃ世話してもらった。あ、なるほどね。そう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 。ミラさんです。俺も初めて来たんですよ、西川さん。そう、なんかいつも遊びに来てって言われたんですけど、やっとちょっと時間が全然分かんなかったって。いや、やっぱり。いや、そうなんだよ。でもだって言うて分かんないから。言うて2ヶ月ぶりだから。いや、じゃあそう、言うて2ヶ月ぶりやから。そう、マジですか。マジです。まあ、まあ、世界に行きましたか。いや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 、普通に錦糸町で。錦糸町も異世界の異世界ですから。錦糸町も異世界だもん。はい、どうぞどうぞ。まだ車で当てないと。おお、昨日はあのイベントがあるので、まあ過ごし、あ、ちょっと、はいはい、まだ片付けない。あの、すごい綺麗。はい、それでこちらもウェディングスーツ専門やるんですから、まあいろいろ。そう、ここなんかね、あのウェディング撮影とかあるから、まあちょっと気になる方いれば、ちょっと概要欄に貼っていくから。ポーちゃんで行ったら安くなる。ポーちゃんの紹介で行ったら。もちろんです。あ、オッケー。パーク買おう。あー、ポーちゃんすごい。こちらね、いろいろあのライブ配信するとか、あのウェディング撮影するとか、あの時々も撮影、あの商品の撮影と、はいはいはい、あのいろいろやってる。はい、すごい。真っ白だから、でも目がちょっと暗い。はい、はい、おー、すげえな、めっちゃおしゃれやん。いや、すっごいね。めっちゃおしゃれ。やば。あの、ミラさんとはね、一番印象深いことは、1年前に、ちょっとその時期ちょっとご飯食べれなくて、毎日さ、プロテイン2杯しか飲んでなくて、それ1日で。それで、それを見たミラさんが、いや、お前このままだとあかんぞって。で、うちの下のセブンイレブンで、シューマイ買ってきたって。あで、無理やりに、お前このシューマイ絶対食えよ、食わないと絶好だなって言われて。で、そっから初めてシューマイを食って。シューマイで絶好なんて初めて聞いたけど。そうそうそう、本当あの時、まあまあいろいろあって、ちょっと毎日の夜すごくなんか皆さん自分の経験を俺に言って話聞かせてもらって、ちょっとずつちょっとあの元気に取り戻したみたいな感じで、本当にもうすごい助けてもらったから。じゃあもう恩人だね。いつも周りに恵まれてるなって思ったんだな。自分がどの角とかもう分かんないから。すげえ。これ俺？あなたです。マジか。いや、全然違うよ。自然体が出ることが一番いいからね。これいいわ。ポーちゃんの面影が顔にしかないっていうね。うん、いや、でも多分あと1年で体脂肪が減ったらさらに変わるから。本当に誰ってなっちゃうから、うん、俺も分かんなかったら申し訳ないわ。いや、初めましてって言うかもしれない。今日来たよかったですね。来てよかったな。じゃあポーちゃんのね、あの2023年の目標はね、はい、来年取るときはね、全部抜きます。そうだね、そうだね。全裸で、ね、次は腹出す。全裸。そう、次はちょっと腹出せるように。確かにね、1年後。1年後じゃあ一緒に頑張って、頑張りましょう。はぁ、あ、ちょっと撮影ちょっと終わったんで、いや、
相当大変だった。大変というか楽しかった。楽しそうだったね。いや、めちゃくちゃ楽しかったわ。なんだろう、初めてこんなちゃんとした撮影だなと思って行ってよかったです。最後ね、ご飯までちょっとおごってもらって、マジでもう皆様様様ですね。ちょっとね、ミラさんからさっきちょっと写真送ってきたんで、ちょっとちょっと見ていこうかなと思って。まずこれ。やばいな。ほんと、筋トレ頑張ってよかったわ、マジで。ほんとに。なんだろう。すごい。で、まあこれはちょっとミラさんなんかね、ちょっとスタイクしたやつっぽいんだけど、こっちが元なんだよ。おお。まあ肌の質感以外そんなにね、変わんないからめちゃくちゃ嬉しいの。だってさ、素のままで、なんか筋肉の線が見えるのが、自分はちょっとこの1年頑張った回あったなって、ちょっとすごく思えるから、よかった、本当に。すごい。これ本当金じゃ手に入れないな。ほんと筋トレしててよかった。マジでほんとにすごいな。なんだろう、こんな自信満々でカメラの前に立つのはほんと久しぶりかもしれないですね。ちょっとこっからちょっと真面目な話をしたいなと思って、この動画の最初はプロフィール写真変えたいからちょっと今日の撮影をお願いした話したんじゃないですか。実はそうじゃなくて、本当は、まぁ、ちょっと情けないんですけど、本当は今年の2月ぐらい、2月3月ぐらいからちょっとね、カメラが怖くて、カメラの前に立つのがね、めちゃくちゃ嫌になったんだよ。で、その、カメラ怖いって周りにも言えないし、カメラ怖いって言ったら、私の家事がなくなるみたいな、ちょっとそういう変なちょっとストレスがちょっとあって、だからもうずっとその気持ちを抑えたままやってきて、結局8月ぐらいの時に振り向いたら、なんかもうチャンネルがめちゃくちゃ固着地になって、本当に何だろう、魂がない動画しかないなと思ったんですね。だから本当にこの3ヶ月休んでよかったなと思って、3ヶ月間もうほんと動画のことを全部忘れて筋トレに専念して、やっと昔の自分、その情熱がある自分を取り戻したような感じをした。だから今日は昔のその甘い情けない自分とさよならしたくて、最高のカメラマンと最後の機材と最後のスタジオを借りてきちんと決めて再スタートしたいなと思ってっていう動画です。はい、もう情けない話はここまで。なのでちょっとまあ、結論で言うと、結論は筋トレしてよかった。なので皆さんもぜひ筋トレしましょう。これからの私はもっと変わるぜ。絶対見ててください。